アハン・ベルヌイと表記されることもある。ロピタルの定理として知られる、微分の平均値の定理の発見者である。父親は、バーゼル氏の指導者であった、フランス系、ニコラス・ベルヌイ。レムニスケートに、名前の残る数学者、ヤコブ・ベルヌイは、ニコラスの長男、ヨハン・ベルヌイは10番目の子である。ベルヌイ家は17世紀から18世紀にかけて、 少なくとも8人の数学者を輩出した。ヨハンの子である、ニコラス通よ、ダニエル、ヨハン通よの3人、また、ヤコブの弟でありヨハンの兄である画家のニコラスの、子であるニコラスも数学者。彼は、兄と共に、ライプニッツの微積分法の発展に寄与した。彼は他にも、重力場における粒子の運動に関する問題など、応用数学の様々な分野で、 多くの貢献を成した。さらに、1690年には、カテナリー曲線の方程式を発見し、1691年には、指数関数の微積分法を確立した。ヨハンは、バーゼルで数学の教授職にあったヤコブより数学を学んだが、後には、衝突が絶えなかった。ヤコブはヨハンが数学とバーゼルから離れるよう仕向けたが、ヨハンは、 バーゼルの大義士の娘であったドロテアと結婚し、義理の父親の口利きにより1705年に、バーゼルでギリシア語の教授職につき、ヤコブの死後、数学の教授職を得た。ヨハンは懸垂線の問題を、ホイヘンス、ライプニッツと同時期に独立に解決。バーゼル生まれの数学者オイラーは、ヨハンの弟子である。 ヨハンの子であるダニエル・ベルヌーイは、流体力学の分野で、ベルヌーイの法則を導き、1738年に、ヒドロダイナミカを出版した。ヨハンは1732年に日付を偽り、1743年に、ハイドローリックスを出版、選手権詐欺を行おうとした。ダニエルは、友人のオイラーへの手紙の中で、成果を奪われたと嘆いている。 しかし、事態はダニエルに有利に進展。最終的には、ヨハンの評判が落ち、オリジナリティのある業績についても、疑念の目を向けられることになった。また、ベルヌーイは、流体エネルギーによる、永久機関を提唱した。1712年王立協会フェロー選出。ベルヌーイは、ギオームとロピタルに、数学の個人教師として雇われた。ベルヌーイとロピタルは、 ベルヌーイの発見をロピタルが使用する権利に関する契約を締結した。ロピタルは欧州で最初の微分析文学の教科書を出版したが、そこには現在、ロピタルの定理として知られる定理を含むベルヌーイの業績が多く含まれていた。ありがとうございます。